こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、えー。いよいよ静岡記念競輪最終日。今回は12レースの決勝戦を予想したいと思います。はい、えー、こちらですね、決勝戦の予想ですが、えー、近畿が4人揃いました。で、えー、5番車の稲木がかけて、えー、9番車、古生、6番車、南が、2段掛けもしくは、 まあ、力、実力者浅いと吉田でまくりきっちゃうというのが、まあ、えー、考えるところでしょうけど、まあ、後で説明しますが、私はですね、あえて、ここ、田家を、えー、本命にしてみました。そしてですね、えー、っと、一応、 東口も注意したいなと思います。ちょっとここは思い切った、あの、目で行ってみたいと思います。えー、では12レース決勝戦の予想です。えー、ご覧の9人のメンバーになりますね。えー、やっぱり光るのが SQS 班か、えー、の浅井光太得点、競争得点も120点。 えー、2着、1着、1、え、着、ー。なかなかいい調子で、勝率も52%、2, 2連対率80%、えー、3連対率は85%で、やっぱり抜けてますね。えー、地元渡辺はうん、バック数は松本一対で取ってるんですけど、どうもパッとしない。 走りのような気がします。えー、ではですね、二車端のオッズの前に、えー、並びですね、ご覧の通りになっております。やっぱり近畿が4人、えー、揃いましたが、その並びが結構、あのー、 びっくりなんですよねあの普通だったらやっぱり稲毛と東口は同じ和歌山なのでこの2人が並んでえ古、ー、生南の大阪勢が後ろに続くから別戦で戦うと思うんですけど、えー、サンドイッチするように稲毛と東口の間を古生南の大阪勢が回ることになりました。 ま、近畿が一つということなんですよね。なんでしょうね。それは間違いないで。やっぱり、あの、オッズ的を見ても、一番人気は、あの、吉田の、吉田浅いの37。で、折り返し浅い吉田の73も8.7倍。 なんですが、人気が集中してるわけじゃない。その人気はどこに行ってるかといったら、故障、故障なんですよね。特に、えー、南、えー、っと、浅井の目が、あの、あるんじゃないかっていうことで、結構手広く売れているわけです。つまり、えー、っと、こまあ、稲毛が逃げて、二段掛けするんじゃないかなというのが、まあ、 それで、それにまくってくる浅井とか、まあ、渡辺とか、えー、短期ですが、松本とかというのが、あの、まあ、考えうる、考えうるというか、まあ、オーディエンスなのかなとは思うんですが、じゃあなぜこの並びなのか。単純に、あの、大阪の選手の、 大阪を引き出す、あの、和歌山、大阪を引き出す、え、追払いなのかっていうとこなんですよね。そこにすごく疑問があるんです。この中で言っても、実績、まあ、故障はわかりますよ。故障は、あの、実績高いですからね。それでも故障の後ろ、今の南だったら、東口もいい、足いいですからね。 東口が回ってもおかしくないんですよ。でも、南が回る。まあ、何を考えているのか。いや、普通だったら、和歌山。これ、ねえ、そんな役割ですよね。いや、実は、そう、そんな単純じゃないんじゃないか。実は、これは、あの、 逆に見てもいいんじゃないかなと私は考えたんですね。えっ、ー、と、ここですね、近畿の4選手の、えー、実績を見てみると、古、え、称、ー、はあの特別も取ってます、えー。東口は昨年の和歌山記念優勝しましたよね。そして南修二。 の記念分はと調べてみると、2013年の富山記念、これ、えー、と山田秀明が失格になって送り上がりなんですよね。なので、まあ、この3人は南は繰り上がりだけど記念を取っている、稲毛はまだ取ってないってとこなんですよね。 南に、あの、昇進正明正の一着を取らせてあげようとも、あの、考えられなくもないんですけど、そんなに足、足があるわけではない。んで、で、やっぱり、やっぱりなんかあると思うんですね。 もう一度言います、えー。記念を取ってないのは稲毛健太だけです。で、やっぱり二段掛け分かってるんだったら、それを二段掛けされたら、まあ、まくれるのはこれ浅いぐらいですよ。なんで、そうはさせじと、 まあ、浅いは足溜めて、あの、まくり一発だと思うんですけど、特に渡辺優太が、何かしてくるんじゃないかなと思うんですね。えー、それはまあ、えー、っと、もしかしたら、意外な手を使ってくる。その意外な手は二つありまして、一つは、 まあ、やっぱり、古書、自力型なんで、やっぱり、マークとなると、まあ、すんなに回ればいいんですけど、えー、っと、もし、番手の仕事という面では、うん、やっぱり、あんまりパッとしないって思うんで、やっぱり、いくら渡辺言太た自力型とはいえ、横に流れると、 結構、あの、故障苦戦すると思うんですよね。なので、えっと、渡辺裕太がここを狙いに行ってくる。ただ、ここ狙いに行っても、え、浅いコーターが軽くまくっちゃうと思うんですよね。浅いをリスだけになってしまう。となると、もう一つ、ひょっとしたらですね、えー、っと、 稲毛、まあ、がどのペース、どんなペースでかけるかなんですけど、さっとできたところを、あの、ドーンというふうに、大かわししちゃうと思うんです、えーぜ。全日本選抜準決勝でも、あの、難関が、えー、大かわし,しましたよね、えー。山中が、千葉の山中が大、えー、大逃げをして、 え、番手の、え、和田まくるが番手まくり打って、決勝戦でしたから、で、渡辺優太はやっぱり今までですね、ここまで、なかなか実績上げられないと、こん、ここに場所ですね、 先行できてないんですよね。やっぱり、基本的には先行できてないということは、決勝戦でも先行しないんですけど、稲毛もやっぱり浅いのこ浅いを後方に犯したいというのはあるでしょうし、やっぱり並びがなんか変なんですよね。 なんかここ、東口が4番手というのもあって、うーん、まあ、単純に早掛けにじゃなくって結構意外と稲毛が流したところを渡辺が飛んできて、渡辺桐山で飛んできて、え稲、ー、毛が3番手確保して咲きまくりとかもあるんじゃないかな、と。 もしくは、あの、番手乱れるところを、ところで、え、稲毛が粘り切っちゃうとか、稲毛今場所すごく調子いいんですよね。準決勝も、結構早めに逃げたんですが、東口、東口これ番手から出ないといけないのかなと思ったんですが、 意外とまあに2着に残ったりしててまあ結構逃げが残る日ではあったんですがそれでも2着に残っているというのは稲毛結構いいんじゃないかなと思うんで稲毛、えー、で終わら狙いしたいと思います。 やっぱり人気全然ないですからね。全部満車券ですから。この並びで単純に、あの、大阪をリス二段掛けっていうのは、うん、なんかおかしいな。それだったら、なんか和歌山勢も、あの、得する流れにならないといけないっていうのは思うんで、その中から、えー、記念優勝がない田舎を狙ってみることにしました。 でですね、やっぱり、そうはいえども、番手を競ったら、競ったりした場合は、あの、さすがに稲舎は苦しいんで、苦しいというか、近畿は苦しいんで、まくり決ま浅井のまくりは決まっちゃうと思うんですね。で、そうなると、やっぱり吉田が刺すっていうか、ね、吉田の刺し名の方が面白いと思うんですね。 まあ浅イも、まあ、特別記念、特別レース、ビッグレースで、いかに、向けていかに、まあ、あのー、成績を積み上げていくか、えー、他に走りを見せつけるかっていうことを考えていると思うんで、まあ、こういう、この記念に関しては地元でもないですし、結構仕掛けが早くなる可能性はある、あると思うんです。 まあそうなった場合は、あの、吉田の指し目を重きに置いて、うん、73はいらずに37だけでいいような気もするんですよね。なんとなくですが。まあ最も普通にまくった場合は、吉田させないっていう流れもあるんで、一応折り返しにしときました。3位ですね。え、押さえてみるのが東打ちですね。これは、まあ、普通に二段掛けが決まった場合、 を中心に見ますね。えっ、ー、と、その時の流れとして、まあ、故障が番手から出る。そこで、えっ、ー、と、誰かがまくってくると思うんです。お浅井か、渡辺か、まあ、松本というのもありますが、えっ、ー、と、やっぱり南横、縦より横のタイプなんで、こう、ブロックしちゃうと思うんですね。で、 さっきも言いました通り、そんな若い、この並びだったら大阪勢が得するだけじゃないかと思いきや実は、どんで返しで、えー、っと、若山両者だったというオチがあるんじゃないかなということで、えー、っと、南がこうブロックする、東口がそこをインを突く、 という並びで、えー、東口の優勝と、えー、見ておきたいと思います。も抑えておきたいと思います。で、その場合は結構、あのー、まくり勢は厳しくなると思うんですよね。なので、アサインはやっぱりどうしても抑えないといけないんですけど、 それよりは、あの、浅井の塩吉田の突っ込みとか、まあ、古生の粘りとか、それからですね、渡辺のスピードに乗る霧山はい霧山調子いいですからね、ここ。今場所は。しかも積極的に行ってるんで、霧山も面白いと思うんですよね。まあ、渡辺優太が地元なので、渡辺優太の先行は、 あの普通の選考はないと思うんですけど、そのスピードでドーンといっちゃえば、ま,あ、まくりせよかましいせよ、桐山はチャンスあるんじゃないかなと思うんで、ま,あ、まずまず人気ですよね、桐山も。あの渡辺との筋でも39.1倍。 40.2倍ですから。桐山もあるかもしれないですよね。まあ、とはいえ、2社では多勢に無勢、近畿勢の方が有利だと思うし、これ、あの近畿勢をまくれるのは、やっぱ浅いだけなんじゃないかな。松本もやっぱり短期ということも、短期もあるし、やっぱり準決勝、なんとか3着だったというので、やっぱり身を取るんで。 うん、近畿勢を重きに置きつつ、えー、実は大阪、単純に大阪じゃないよというところを、えー、お伝えして、ちょっとあの17分過ぎ、ここまで長くなりましたが、えー、予想を終わりたいと思います。はい、えー、以上、えー。ちょっと今日はオカルト気味になってしまいましたが、えー、静岡記念の決勝戦の予想をお送りいたしました。 えー、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また、関連動画、動画プレイリスト、最後20秒表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さて、えっ、ー、と、なかなか、はら、あのー、波乱の予感が漂う、静岡記念競輪決勝戦。 果たして、アサイがそのままち力を見せつけられるのか、えー、地元、渡辺はどう、どう戦うのかそして、近畿勢の思惑ははい、楽しみにし,しましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。